皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。今日は、日本を代表する実力派俳優、高橋一生さんについて、たっぷりとお話ししたいと思います。高橋さんは、1980年12月9日、東京都港区で生まれました。3度の結婚を経験した母親のもと、2人の義理の父と、4人の異父兄弟と共に育ちました。母子家庭で育った高橋さんの幼少期は決して恵まれたものではありませんでした。母親は若くして高橋さんを産み、子育てをしながら必死に働く日々。しかし仕事はうまくいかず、借金を重ねてしまいます。長男である高橋さんは弟たちの面倒を見つつ、母親の借金の肩代わりもしなければならない、そんな苦しい生活を強いられていました。学校でも周囲の裕福な家庭の子供たちとはうまくなじめず、孤独な毎日を過ごしていたそうです。そんな高橋さんに新たな道を示してくれたのが祖母の存在でした。内気な高橋さんを心配した祖母は習い事に通わせてくれます。その中の一つが児童劇団での活動。ここが高橋さんが俳優の道を目指すきっかけとなったのです。1990年、高橋さんはわずか10歳で映画「星を継ぐ者」に出演し、子役としてデビューを飾ります。学業と芸能活動の両立は小学生の高橋さんにとって本当に大変だったことでしょう。それでも高橋さんは俳優になる夢を諦めませんでした。1995年にはジブリ作品「耳をすませば」のメインキャラクター天沢聖司の声を演じ話題になります。アニメーションの声優は初挑戦だった高橋さん。アフレコ現場では何テイクも重ねて監督から厳しい指導を受けたそうです。でも高橋さんは持ち前の真面目さと素直さで、聖司という繊細な少年を見事に演じきりました。監督からも高橋くんの声はまさに聖司そのものと太鼓判を押されたのです。声変わり前の高橋さんの澄んだ声は今なお多くのファンの心に焼き付いています。耳をすませばがきっかけで高橋さんは改めて俳優を目指す決意を固めたのだとか。この作品は高橋さんにとって人生の岐路となった大切な作品と言えるでしょう。子役時代を経て着実にキャリアを積み重ねていく高橋さん。19歳の時に映画「ホタル」で初主演を務め、その繊細な演技が高く評価されました。そして22歳の時に出演した大河ドラマ「利家と松」での脇役三成役が大きな転機となります。当時はまだ無名に近かった高橋さんでしたが、三成のひたむきさ、儚さを見事に演じきり、一躍脚光を浴びることになったのです。その後も数々の話題作に出演。2013年のドラマ「ウーマン」での鮮烈な演技は今なお語り草となっています。内気な役が多かった高橋さんのイメージを打ち破るクールでミステリアスなキャラクター、視聴者はその圧倒的な存在感に釘付けになりました。この作品をきっかけに高橋さんは演技の幅が広い実力派俳優として業界内外から高く評価されるようになりました。ドラマや映画のオファーが殺到し、高橋さんの俳優人生は大きな広がりを見せ始めます。高橋さんの最大の魅力は何と言ってもその圧倒的な演技力でしょう。登場人物の心の機微を捉え、リアリティあふれる表現で見る者の心を揺さぶっていく。一つ一つのセリフに込める感情の深さ、表情や仕草の自然さは他の俳優の追随を許しません。共演者も口を揃えて高橋さんの真摯な姿勢と卓越した演技力を絶賛しています。現場では高橋さんに演技のアドバイスを求める後輩俳優の姿がよく見られるのだとか。高橋さんは役者を目指す若者たちの目標であり憧れの存在なのです。その影響力は計り知れません。きっと今後も高橋さんに憧れて俳優の道を目指す若者は増えていくことでしょう。そんな高橋さんの私生活にも大きな注目が集まっています。2020年、高橋さんと17年下の女優飯豊まりえさんの交際が報じられ、大きな話題となりました。馴れ初めはドラマ「岸辺露伴は動かない」での共演だったそうです。
撮影現場で意気投合し交際に発展したのだとか。年の差カップルとあって世間の注目度も高く、一時期は破局説も流れました。しかしむしろ結婚間近とも言われており、二人の仲は順調のようです。高橋さんはプライベートを語ることの少ない方ですが、飯豊さんとの真剣交際は周囲も認めるほど、近い将来ゴールインするのではと期待する声も多いようです。温かく見守っていきたいですね。そんな高橋さんの人生の中で乗り越えなければならない大きな壁がありました。それは母親との確執です。高橋さんが思春期の頃、母親の問題行動に振り回され続けます。借金の肩代わりを強いられたり、勝手に高橋さんの私物を売り払われたり、母親への反発心が募り、ついには絶縁状態に陥ってしまったのです。それから十数年、母親とは一切会わずに過ごしてきた高橋さん、ある日母親が癌を患ったと知らされます。しかしすぐには会いに行けなかったそうです。顔を合わせたらまた喧嘩になるかもしれないと恐れていたからだとか。でも母の容態が悪化し、覚悟を決めて病室を訪れた高橋さん、母は涙ながらにこう告白したのです。ごめんね、今まですまなかった。あなたを一人前の男に育ててあげられなくて本当にごめんなさい。その言葉で高橋さんの中にあった怒りや悲しみが一気に溶けていったのだとか。高橋さんはもう大丈夫、ゆっくり休んでくださいと母の手を握りしめました。そして数日後、母は静かに息を引き取ったのです。高橋さんは最後の時に母と和解することができた。それは俳優人生の中でも最も意味のある出来事だったと語っています。母との別れは高橋さんに新たな一歩を踏み出す勇気をくれたのかもしれません。母を許せたことで自分自身も楽になった気がする。これからはもっと自由に、もっと楽しく生きていきたい。高橋さんはそう語っていました。母との和解は高橋さんの人生の大きな転機となったのです。高橋一生という俳優は、その生き方そのものが私たちに多くのことを教えてくれます。どんな状況でも夢を諦めずに前を向いて生きること、常により高みを目指し謙虚に努力を重ねること、そして何より人の心の機微を汲み取り真摯に表現すること。高橋さんの演技は見る者の心を揺さぶり、勇気や感動を与えてくれます。高橋さんが出演する作品はいつも私たちの心に深く刻まれるのです。自分を見つめ直すきっかけになったり、生きる希望を与えてくれたり。だからこそ多くのファンが高橋さんを応援し続けているのだと思います。実は私自身、高橋さんの大ファンなんです。特に印象に残っているのがドラマ「昨日何食べた?」での演技ですね。高橋さんが演じる筧史郎はクールで毒舌なのにどこか憎めない魅力があるキャラクター。相手役の西島秀俊さんとの掛け合いが実に絶妙で、リアルな夫婦の日常が温かく描かれていました。特に史郎が恋人の食べたいものを黙って作ってあげるシーンは、高橋さんの優しい表情が印象的でした。ドラマを見終わった後はなぜだかほっとした気持ちになれるんです。そんな幸せな気分にさせてくれるのは高橋さんの演技あってこそだと思います。皆さんはどのような作品や場面が心に残っていますか？ぜひコメントで教えてくださいね。さて、今回は高橋一生さんの魅力についてたっぷりとお話しさせていただきました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。高橋さんは俳優という仕事を通して私たちに生きる希望や勇気を与え続けてくれています。その功績は計り知れません。これからも高橋さんの活躍から目が離せません。新たな作品に挑戦する高橋さんの姿を心から楽しみにしています。高橋さんを応援するファンの輪がもっともっと広がっていくことを願っています。皆さんも一緒に高橋さんへの応援の気持ちを届けていきましょう。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。